手紙を出してきましょう。部屋に戻りましょう。明日は朝一のフェリーに乗ってモリアーティを追跡する。彼に気づかれていなければ。そこのお嬢さん、お待ちください。105号室のお客さんですよね。人違いでしたら申し訳ないんですけど、もしかして店名のフカさんですか？あなたは？ここでお会いできるなんて予想外でしたよ。どうやらスコットランドヤードの噂は嘘ではないみたいです。彼らがどんな話をしているか知ってますか？東から来たバルキリーは事件やトラブルと共に現れると。ちょっとした冗談です。私のことを覚えていますか？
面識があるはずですよ。確か先月の放火事件の時です。すみません、ここ数ヶ月はいろんな人と会っていますので私としたことが。お偉いさんとなるとそうなりますよね。自分はケント州の警部でヘンリーと申します。スコットランドヤードに使い走りをやらされたこともあります。ウィリー・パウロという悪党を捕まえに来たんです。きっとフカさんも知ってますよね。ウィリー・パウロ、以前流したデマとは違って彼はどうやらこの方向へと逃げてきたみたいだ。しかしケント州の警察がここまで追ってきている以上、もしかしてモリアーティは、うん、ともかく彼のことを忘れてないようですね。実は少し前にこの宿へ逃げ込んだという目撃情報を入手したんです。見かけたことはありますか？すみません、私も着いたばかりなんです。そのことについては一切知りません。ああ、それは残念です。警察庁長官にまで恐れられるほどの名探偵となれば、さぞ手間が省けるのかと思っていました。どうやらそうはいかないようですね。どうやら説明に一苦労しそうだ。モリアーティの組織はウィリーと連絡が取れなくなっていますから、スコットランドヤードが彼を逮捕するのも時間の問題かと思っていました。ここに現れるのは確かに想像外です。これが偶然なら、偶然かもしれませんし、フカさんが計算できていなかったのかもしれません。どのみち自分の仕事は真相を確かめることです。今から各階層を捜査する予定です。フカさん、機密任務とやらがそう緊急ではないのでしたら当然手伝ってくれますよね。原則上、逃げた犯人を捕まえ市民の安全を守るのは警察の義務です。そんな義務に対し市民に協力してもらえる権利もあると思っています。だからといってあなたに要求することはできませんが、警察の仕事に協力することはこの国においては一種の美徳です。どうやらこの人は説得しづらいタイプのようだ。でもフェリーが出航するまでにあと7時間もある。それにモリアーティが何かしらの手段で私の行方を把握しているのかどうかも確認しなければならない。わかりました。では手っ取り早くことを済ませましょう。それは光栄です。事前に話しておきますが、事件の進捗がどんな状態であろうと、明日の朝には引き続き自分の任務を遂行します。ええ、わかりました。手分けして捜査するとしましょう。私は左から、深さんは右からでいいですね。はい。旅館の客にはどれぐらい事情を話せますか？そうですね、午後に金髪の人を見かけていないか、そのことさえ聞けば十分かと。外はあんな天気ですし、元より来ている人は少ないですから。もちろんウィリーを直接見かけたら一発殴ってその場で逮捕してください。彼の顔は知っていますよね？はい。なんだいあんたたちは。すみません、今日の午後にこの旅館で金髪の若い男性を見かけませんでしたか？多分ないの。普段は他人のことに気を配らないんじゃ。ここの管理人かい？何かあったのかね？定期検査みたいなものです。そう焦らないでください。この後に似たような人物を見かけたらフロントの方まで報告してください。
誰だ？何をしに来た？すみません、金髪の若い男性を見かけませんでしたか？あんた誰なんだ？答える義理なんてないだろう。警察に協力しているものです。これでお分かりいただけますか？警察？嘘だろ、冗談じゃないよな。まったく、なんてこった。こんなど田舎まで来れば邪魔されることはないと思って遠路はるばる住みに来たっていうのに。質問に答えるだけです。そう時間は取りません。わかってる、面倒ことはごめんだからな。今日は一日中部屋にいた。あんたの言うような奴に出くわした覚えはない。わかりました。ではこの後似たような人物を見かけたらフロントの方まで報告してください。はいはい、わかったよ。本当についてないな。そちらもどうやら終わったみたいですね。さすがバルキリー、私より作業が早い。しかし収穫はゼロですから、失望させるかもしれません。私も同じです。ですがまだここに最後の部屋があります。ここは、すみません、ここは私の部屋です。ええ、先ほど見かけました。しかしプロセス上、こちらの部屋に対しても捜査を行う必要があります。どうしたんですか？さっき出た時は鍵をかけていませんでしたが。それは確かですか？ええ、裏側からロックされているみたいです。我らが友人はどうやら最悪な隠れ場を選んでしまったようですね。彼には歓迎されてないみたいです。大きな騒ぎを起こしたくはありません。任せてください。これで大丈夫でしょう。行きますよ。その目の前の状況について説明できますか、深さん。死んでいますね。どうしてここで死んでいるのかは私も今考えています。ウィリー・パウロ本人で間違いありません。確かに死んでいます。しかしこうなるとこれまで以上にあなたに協力してもらう必要があります。深さん、自分の部屋で何が起こったのかをきっちり説明できない以上、あなたは間違いなく容疑者の一人になりますよ。状況を整理しましょう。私がここに到着するまであなたは手紙を出すために105号室を出ました。約5分ぐらいですね。5分経って戻ってきた時に私に会い、それからは他の10部屋を捜査しました。ですがウィリーの行方は見つかりませんでした。そして最後にあなたの部屋を捜査しようとしたところ、ドアに鍵がかけられていることに気づき、一緒に突入するとウィリーの死体が転がっていました。確かにそうです。つまりたった数分間で死体がキノコが生えるかのように部屋に現れたんですね。はい、私も不思議に思っています。こちらの意見を聞いてみますか。スコットランドヤードに詳細を報告してきます。その間この部屋を離れることはお勧めしません。先ほど重要な調査任務があると言ったはずです。明日までに目標の隠れ家へたどり着けなかった場合、手がかりが途絶えてしまいます。こちらにとっても同じですよ。人命をほったらかしにしてしまうと我々警察がつないできた正義が途絶えてしまいます。なるほど。では明日の船が出航する前に先にあなたの正義を捕まえるというのはどうですか。夜明けまでに事件を明らかにさせて自分の潔白を証明しましょう。
そうすれば先にこの場を去っても問題はありませんよね。いいですよ。私はドアの鍵ほど丈夫ではないので強行手段なんて取れません。お好きなやり方でどうぞ。理解していただきありがとうございます、警部。次は都政の羽を使わずに全て解決できることを祈りましょう。おかしい。前にこの時計を確認した時、針が正確に動いてたはず。何かが振り子にぶつかったのでしょうか。となると事件の発生時刻を推測できる。いいえ、そうとは限らない。どちらにしても事件が起こったのは出かけていたほんのわずかの間だけ。それに死体の位置から見れば、その時に何かがあったとしても時計には影響しないはず。ではどうして遅くなっているんでしょうか。ここにある手がかりで彼の行動を再現したところで、以前の予想とあまり変わらないでしょう。ロンドンから逃げ出した後は東に向かっていた。しかし逃亡中、ウィリーはずっと何らかの導きを受けていた。モリアーティから。なぜこの捨て駒に。それにこの人はなぜ証拠をわざと私の部屋に置いたのでしょうか。空白の便箋が散らばっていて、こぼれたインクも乾いている。手がかりがあるようには見えない。殴打された跡が全身のあちこちにある。虐待されていたみたい。彼は以前どこかに監禁されて拷問を受けていた。しかしこれほどの傷をつけるにも手間がかかるはず。ついさっき危害を加えられたのなら、どうやってこんな短時間でこれほどの傷を負わせたんでしょうか。とっくに殺害されていたとしたら、なぜ犯人は死体を私の部屋まで移動させたのか。ずいぶんと早かったですね、フカさん。何か見つけましたか。手がかりを整理するにはまだ少し時間が必要です。急いだ方がいいですよ。すでに同僚たちがこちらに向かっているところですから。ええ、ただ客と管理人を含めてこの旅館に泊まっている人の情報を提供してもらえますか。がっかりするかもしれませんよ。この旅館は元より人が少なかったものですから、客が3人、それに加えて管理人が1人、それくらいです。105号室の深さん、106号室の男性、111号室の老人、誰一人としてウィリーを見かけていませんでした。おそらく裏口か窓から入ってきたんでしょう。とにかくフロントに座っていた管理人は何にも知らないようです。話によれば彼女は乗馬でうっかりお尻に怪我をした哀れなおじに代わって管理人をやっているだけです。しかも今日が初日だと。106号室の客人は画家。少なくとも自分はそう思っているようです。彼は静かな場所で捜索するために友人に勧められてこの辺鄙な旅館を選びました。経歴上特に怪しいところはありません。彼から聞いた話だと、約数時間前、確かに隣の部屋から低くくぐもった音が聞こえてきたようです。この証言についてもちろん彼に質問してもらっても大丈夫ですよ。ただ嘘をついているようには見えませんでした。数時間前、その時部屋にいたのは私だけだから本当の話ではない。ただ例外があるとしたら。いいえ、だからといって今すぐ嘘かどうかを試す必要はない。ここはつい最近学んだ彼のやり方で問題を解決するとしましょう。111号室の老人となるとちょっとおかしな話になりますよ。階段から一番近い部屋を指名したようです。若い時に逃してしまったデートの約束を果たすためだとか、どうも老いぼれらしい話をしてました。
彼は廊下の様子をずっと気にしていたようですが、ウィリー・パウロがいつ来たのかについては確認できていませんでした。目が悪いので基本は耳に頼ってたそうで。そして最後はフカさんです。管理人はあなたがチェックインした記憶はないと言いつつも、確かにここに住んでいるとも話してました。相当おかしいですよね。彼女は確かに頼りなさそうだったから無理もない。111号室の老人が言ってた深さんの靴の音、106号室の若い客はあなたの部屋からおかしな音が聞こえたと証言している。こうもなると正直いろいろと想像せざるを得ませんね。言いたいことはわかります。ご安心を。もしそれが私なりのやり方でしたら、あなたは私と会ったことすら覚えていなかったでしょう。気にしないでください。とにかくあなたの同僚が到着するまでに真相を暴いてみせます。ここ数ヶ月の間、私と私のパートナーが毎回してきたように。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、11部屋もあるこの旅館には105号室の他に106号室と111号室にも客が泊まっていて、それぞれ階段口と現場の隣の状況を証言している。この位置関係、偶然にしては出来が良すぎる。しかし何か意味があったとしても、待って、どんな順番で客室を調査していたのでしょうか。確か、ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、部屋を離れた5分間で突然部屋にウィリーの死体が現れた。それに傷つけるのに長時間はかかる跡が残っている。普通これほど短時間のうちに人を殺害して死体を運び込むような行為はバルキリーですら難しい。ただもしこれが短時間で起こった出来事ではなかったら、ウィリーの死体が最初から現場にあったなら、仮にそうだとしてもどうやって私の目を欺いたのでしょうか。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、強行手段を使ってドアを開けようとした時鍵がかかっていた。つまりドアは裏側から鍵がかかっていた。でも部屋の中には生きている人間などいなかった。なら鍵はどうやってかけたのでしょうか。それに鍵をかけた理由は、そうすることで何かメリットがあったとか。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、となるとさっきズルをしなかったのは私の失策。ここが105号室ですね。106。107。108。深さん、どうかしました？それでここから1、2、3、4。なるほど、全部わかりました。このトリック簡単といえば簡単ですけど、確かに有効です。ほんの一瞬ですけど、なりふり構わずここから逃げるんじゃないかと思いましたよ。いえ、さてどこから説明しましょうか。先ほど105号室で逃亡犯ウィリー・パウロの死体を見つけました。105号室の客としてもちろん容疑をかぶる羽目になりました。しかしあなたの視点から見ても、私は容疑者ではないはずですよね。私は部屋の客人で、部屋には被害者がいた。このことが間違っていたらどうでしょうか。少なくとも3つの角度からこのことを論破できます。以前自分の部屋の時計をちゃんと確認したことがあって、その時は正確に動いていました。
しかし死体が見つかった部屋、そこの時計には問題があります。うっかり何かをぶつけてしまったなどのアクシデントを除けば、明らかに時計はちゃんと動いていないことになります。つまりもともと同じ時計ではないのです。現場にある机の上には乗船チケット、紙切れ、現金などが散らかっていました。そこにウィリーがいたのならそれくらい残してもおかしくありません。私はそう思っていません。部屋を離れるまで机の上には何も置きませんでした。私がいないうちにウィリーが潜入していたのだとしたら、自分のものを残す必要なんてありません。ですが一つ例外があります。他人の部屋だと思っていない場合です。部屋を離れる直前に机の前で手紙を書いていました。その時に使っていたインクは机の上にあったものです。このことは手紙を渡した新聞の売り子に証明してもらえます。しかし現場にあったインクはこぼれていて、すでに乾いていました。たった数分間で一瓶分のインクを固まらせるなんて明らかに不可能です。となると答えは一つしかありません。それは使っていたインクではないのです。先ほどの話を合わせると、ある事実が明らかになってくるんです。死体を見つけた部屋は私が住んでいた105号室ではありません。もっと具体的に言うと、ちょうど向かい側の船体照の位置にある107号室です。別に難しいことではありません。旅館の廊下はもともと円になっていますから、部屋番号が書かれている紙を逆の順番、つまり反時計回りを時計回りにしてルームプレートに入れれば、ここに詳しくない私を騙せます。そうすることで左手の5番目にある105号室は107号室になり、本来の107号室は105号室になったのです。たかがプレートを入れ替えただけで部屋を勘違いさせることができるんですか？万が一勘で正しい方向へ行ってしまったらどうするんです？それに先ほどはご自身が泊まってた107号室も調べましたよね。確かに不思議に思うかもしれません。ですがちょうど他の任務を遂行中でしたから、自分の部屋に誰かが生活した痕跡を残さないようにしていました。つまり秘密裏の行動に慣れた私に対するとっておきのトリックです。さらに犯人はもう一つことを成しています。巧妙に私を階段の方まで誘導し、11から部屋を数えさせる。数字を逆に数えることで何個目の部屋なのかに対して私は鈍感になってしまいました。105号室と107号室はもともと奥に位置する部屋です。それに加えて夜遅くなると細部に存在する差に気づきづらくなり、判断を誤ってしまう可能性がより高まります。そして犯人は自ら間違った105号室の前に立ち、警察として私にここが105号室だと教えてくれました。こうして最後の誘導が終わり、トリックが完成したのです。ふ、深さん、警部、実に残念でしたね。私が手紙を出しに行っている間にあなたがプレートを入れ替えたのです。そしてこのやり方で死体が置かれている107号室まで誘導しました。他の客に関しても106号室は対象軸の位置にあったので、プレートを入れ替えても位置は変わりません。111号室は101号室に近いため、視力が弱いご老人は階段の隣にあるかどうかだけを気にしていました。確的な調査が行われたなら、警部と比べればあの頼りない管理人や法から罪を問われない私の犯行の可能性がよっぽど高い。だからお茶を濁して裁きから逃れようとしたんですね。違います、深さん、根拠もなくそう疑われては困ります。根拠がないわけではありません。
全てを証明できる方法があります。この事件で一番疑問に思ったのは、なぜ偽の部屋に鍵をかけたかです。しかしあの時の行動を思い返してみたら、全てが明らかになりました。鍵をかけないと、このあと現場が封鎖された際に鍵が合わないことに私が気づくからです。そうなると部屋を入れ替えたことがバレてしまうから、鍵をかけることで強行手段でドアを壊す理由を作ったのです。本当の目的は鍵を破壊して107号室だと気づかせないことです。言い方を変えれば、今の107号室つまり私の本来の部屋は目の前にあるのです。私の持つ鍵で扉を閉めることができたら。私の負けですよ。私が彼と同じく自分の任務を全うするために、ウィリーみたいな人間の死を適当に扱ってことを丸く収めるとでも思ったのでしょう。でも自分で計画の全てを考えたというのはおそらく嘘だ。ズルをした私はそれを確認できた。全てがモリアーティの計画なら、私が確実にこの宿に泊まりに来るようにしないといけない。それに泊まり方とスケジュールを把握する必要がある。もしかして手紙を読んだ？いえ、それはありえない。先ほど出してきたばかりで、その後すぐに警部と会った。ならモリアーティはずっと私をつけてきていたのでしょうか？あの新聞の売り子、私がここにいることを知っていて、手紙を書き終えるまで旅館の入り口でずっと待っていた。このトリックを考え出す時間と条件を備えていて、それを助け舟として警部に出したのでしょう。つまりあの子がモリアーティ本人。子供？真相に違いない。いえ、以前彼に会った時手元にはハガキがあった。そこがもし彼の向かう場所だとしたら、挑発なのでしょうか。ライヘンバッハの滝。これはこれは、元気にしていただろうか、親愛なる名探偵さん。君の信念、自信、強靭さ、
目的を見定めると何がどうなろうと必ずそこへ向かう。まるで古今東西、人々が崇拝してきた先駆のようだ。僕から見ればそこに君ならではの優位性、実に賛美に値する崇高さがある。知っての通り、僕は相手の長所をはばかる真似などしない。何しろ十分な研鑽を重ねれば、最大の優位性は最も致命的な劣勢になりかねない。例えば大半の魚類と同じさ。溺死することはないが、水から離れては生きていけない。100年前、幾多の国を越え、僕たちはライヘンバッハで再会した。今も君はこうして僕のために禁足地を開けてくれた。真相に対する一途な探求心によってとても助かったよ。さて皆さん、これからの展開を見てみないかい。なーに、礼にはお返しが必要さ。我らが名探偵のためにとっておきの再会パーティーを用意したんだ。今度はどちらが崖から落ちるか最後まで見届けようではないか。グレッシュ、今の調子はどうですか。正直に言ってください。力があまり回復してないみたい。でも必要だったら全力を尽くすよ。いいえ、無理はせず、ビタさんたちを守りながら敵の弱点を探してください。この敵は東映の安定性に影響を与えられます。特別な個体ですから油断してはいけません。それに行動していないということは、裏で誰かが指揮している可能性も。正確な判断だね。君が深さんかな。噂通りあらゆる方面で頼もしい。これだとビタたちが信頼するのも無理はないね。あなたたちは。イエローちゃん、インディゴ、二人とも捕まっちゃったの。大丈夫？待ってて、今すぐ助けに行くから。レッド、落ち着いて。よく見るんだ、捕まえられたんじゃない。あの怪物たちが二人の手下なんだ。え？リツちゃん、何言ってるの？こんなに長い付き合いなのに、イエローちゃんとインディゴにあんなブサイクな手下がいるなんて聞いたことがないよ。それにさっきまで怪物たちに襲われてたよね。そんな悪い奴がイエローちゃんとインディゴの手下なわけないでしょ。どうやってそんな力を手に入れたのかはわからない。でも、もし、もしイエローとインディゴがずっと裏から事件を起こしていたとしたら、なぜインディゴが崩壊時を足止めさせるバリケードを事前に設置できたのか説明がつく。そうだろ、バイオレット。私にはわかりません。イエローとインディゴが異変と関わっている、信じられませんが、リツ姉さんの話は一理あると勘が教えてくれています。相変わらず君は勘が鋭いんだね。どうやら今度こそバイオレットのプリンを盗み食いするわけにはいかないようだ。その通りだよ。僕とイエローは裏からみんなの敵モリアーティに協力していたんだ。もちろんポロスへの危害は最小限になるように努力したよ。最近はずっとモリアーティを手伝ってたの、ごめんね。どうして。一つ聞いてもいいですか。ああ。町の代理人なのに二人はどうしてモリアーティを助けているのですか。そうだよ、あんな悪党に味方するなんてきっと理由があるんだよね。町の代理人という肩書きをあえて強調するなんて、君の問い方は面白いね。もしかして肩書きが変わったんですか。それを確認したいだけならはっきりと答えよう。
変わってはいないよ。今でも僕とイエローは代理人という肩書きと、それに伴う義務を忘れてはいない。他のビタたちと同じく、僕たちはポロスの平和を気にしているんだ。みんなに協力して町の住人を守ってくれた負荷には心から感謝してるよ。でもみんなを危険な目に遭わせてるのはモリアーティだよね。なのにどうして協力してるの？その言い方だと順番を間違えているみたいだね。目の前で起こっていることは表面だけ見れば確かにモリアーティと関わりがある。でも元をたどると彼は黒幕とは言えない。僕とイエローが協力したのも彼の行いがポロスの未来に確かなメリットをもたらすからだ。あなたたちは何かの取引をしているんですか？取引？確かに彼は僕に約束したよ。世界の真相や災いの降臨に関する重要な答えを教えてくれると。言ったことを何でも聞き入れちゃうの？そのなんたらの薬剤なんてあるかどうかも怪しいのに。それに最後に約束を破ったらどうするの？その通りだ。リスクは高い。でもモリアーティに協力すると決めたのはそんな薄っぺらな約束のためじゃない。正確に言えば僕に残された選択肢は協力するかどうかではなく、協力するしかないだけなんだ。何しろどれぐらいの時間が僕たちに残されているのか誰も知らないからね。時間？一体何を言ってるの？僕にもよくわからないよ。すまない、急にこんなことを話してしまって。確かに訳がわからないよね。でもリツとバイオレットはそう驚いてもいないみたいだよ。二人も僕と同じくモリアーティと接触したんだよね。確かにそうだ、インディゴ。みんな、すぐに伝えられなくて申し訳ない。ここに集合する前に、僕とバイオレットは博物館に行ってきた。そこでモリアーティに会ったんだ。彼の話を聞いたから、インディゴの考えが少しは理解できるんだ。どうしてモリアーティに協力したのかも、おおよそ見当がつく。リッツ、あなた。でも、ヘスペ、君たちの友人の言い方を借りると兆候だね。その廃墟を初めて歩いた時、僕はすごく驚いたんだ。一筋一筋刻まれた谷間、一本一本佇む残骸の壁、それは懐かしさを感じさせるのに想像したことのない形で並べられていた。黄金比、宇宙で最も美的センスを備えた比率さ。それが時空を超え遠い偏僻な土地で再現されている。この場に用紙が足りていたならすぐにでも記録したいほどだ。ちょっとした冗談だよ。君たちの発明を奪う気はない。たとえその全てについて何にも知らなかったとしてもね。さて、なぜなのだろうか。要するに僕が言いたいのは、ポロスとヘスペ、それとさらに遥か遠くにある廃墟、その数々がいかに巧みに仕組まれているのか、君たちは考えたことがあるかい？そう、オウム貝のように規律性を感じさせる並び方。君が最も重んじる律と同じではないか。自律の美だ。全てがある神の手によるものだとすれば、その目的は一体何なのか。君たちの歴史、法則、不明瞭な災い、人為的な仕組みの裏にどんな意味があるのだろうか。町の代理人として答えを知りたいと思わないかい？強いて言えば知るべきでは。確かにモリアーティは弱みを指摘してきた。彼の言っていたように
僕たちは自分の町を知り尽くしていないし、町の代理人としての責務も全うできていない。もしかすると彼は本当の答えと本物の変化をもたらせるのかもしれない。それでも今まで努力してきたことにも自分なりの価値があると思う。町の代理人としての掟を守ってきたからこそ、みんなに安定した生活を提供できた。町の代理人としての掟を守ってきたからこそ、町はだんだん栄えていき、暮らしが良くなった。オレンジの飴食い大会、ブルーの写真集、それとバイオレットが開いたお祭り、どれも独自のルールを使って得た成果だ。だとすれば、僕たちを今まで導いてくれた掟を守り続ける。時間通りに任務を達成し、掟通りにパトロールをする。それと季節通りの祭りを執り行う。掟が僕たちに美しい思い出をくれたんだ。それに比べてモリアーティはかつて悪の限りを尽くした悪党だ。彼がくれるものなんて崩壊獣と動乱だけ。だから約束した真相がどんなに魅力的で、描いた青写真がどんなに綺麗なものであっても信じてはいけない。それは君たちにとっても同じだ。だからイエロー、インディゴ、バカなことはもうやめるんだ。リツお姉ちゃん、その通り、リツ姉さんの言う通りです。リツ姉さんみたいに理屈は並べられないけど、モリアーティは絶対に私たちを裏切ります。勘がそう教えてくれていますから。私はリツ姉さん、そして自分を信じています。博物館で僕たちははっきりとモリアーティの申し出を断った。君たちだって今からでも遅くない。特にイエロー、君はインディゴに誘われたんだろう。僕にはわかる。彼ほど賢い人がどうしてこうも簡単にモリアーティを信じてしまったのかは謎だ。でも君ならきっと不自然なところに気づいているはず。モリアーティの本当の姿もわかっているんだろう。私は違うの、リツお姉ちゃん。先にモリアーティについていくって決めたのは私の方。イエロー、どうして。まあ無理やりイエローに答えさせる必要はないよ。リツ、君の演説は確かに一理ある。でも僕たちも僕たちなりのやり方で町の代理人の責務を果たしてるんだ。強引に理解を求めるつもりはないし、過剰に反応しないでもらいたい。考えが一致しない以上、ここでお別れした方がいいと思う。みんな、さようなら。次に会う時には謝罪としてバイオレットのプリンを持ってくるよ。インディゴさん、ちょっと待ってください。モリアーティは人心をもてあそぶことを得意としています。かつての相手として私にはそう判断する資格があります。でも私はあなたたちが決めたことに干渉する権利はありません。ただこれだけは言わせてください。彼といるときはくれぐれも気をつけて、いざというときは迅速に決断してください。迷いも油断も禁物です。うん、気をつけるよ。フカ、ありがとう。ねえ、二人ともちょっと待って。レッドちゃん、落ち着いて。怪物はまだ行ってないよ。でも、レッド、わがままを言ってはダメだ。今は力任せでどうこうできるような場面じゃない。グレッシュ、グリーンさん、皆さんを連れて先に撤退してください。この怪物たちは私が片付けます。本当に大丈夫？この数でしたら問題ありません。それに明らかにお互いにまだ手加減しているようですから。やはりこのタイプの敵に遭遇すると体が不安定になってしまう。先のことを考えると何か対処法を探さなければ。
片付いた。戻って合流しましょう。深さん、深お姉ちゃん大丈夫？ええ、しかしこのタイプの敵が次々と現れると自分がいつまで持つか分かりません。今の私がなぜ投影なのか原因が分かるといいのですが、町は今無防備な状態です。今すぐ戻りましょう。ああ、グリーンさん、どうかしましたか？何か話したいことでも？フカ、イエローとインディゴに代わって謝ろう。本当にすまない。フカは崩壊獣の脅威から僕たちとポロス、つまり啓明を守ってくれている。そのことには心から感謝している。最初は君を加えるかどうか迷っていた。しかし結局なところフカが一番力を尽くしてくれている。なのに僕たち代理人の中で大きな問題が起こっている。彼らは自分で選んだのです。きっと何か事情があるのでしょう。自分を責めることはありません。そうだね。僕たちはイエローとインディゴを信じている。今でも自分を町の代理人と名乗っている以上、使命を裏切るような真似は決してしないだろう。いろいろありがとう、深姉さん。イエローとインディゴならそうたやすく町を襲わない。でもモリアーティの方はそうとは限らないよね。それに彼が操っていた怪物は崩壊獣とはちょっと違うみたいだったよ。え？そうなの？てっきり新型の崩壊獣かと思ってた。和光くんの言う通りです。あの崩壊獣は見たことがありません。なんと言えばいいでしょう。とにかく変な感じがします。それにモリアーティがなぜあんな怪物を刺激できるのかも気になります。フカたちが禁足地にいた時に突如現れたんだ。原因は不明。グレッシュ、あなたの能力であれの正体を見抜けますか？ごめんね、まだはっきりと見えないの。私には名前のない色しか見えなかった。その色はあの怪物たちの中にある。名前もないし説明もできない。だから裏にどんな意味があるのかわからない。例えるなら、見知らぬ言語の意味は理解できなくてもそれが言語であることははっきりとわかる、そんな感じでしょうか？うん、だいたいそう。前にも他の星でもそういった見てもわからない状況があったの。多分時間があれば少しずつその色のことを理解して本質を分析できると思う。わかりました。でもなぜモリアーティはそんな力を得たのでしょうか？怪物を操り、その秘密を知り、町の代理人を味方にするなんて。ねえ、名探偵フカって禁足地に行ってからおかしくないかな？そうだろうか。だって禁足地で何が起きて何を見てきたのか全然話してくれないんだもん。いろいろとありすぎたからじゃない？でも今回の危機を乗り越えたらどうやってグレッシュさんを助けたのか聞いてみたいな。本当にそうかな？でも僕たちには話さない方がいいことを隠してるような気がする。ねえバイオレットちゃん、君も何か言ってよ。そうだ、バイオレットちゃんは勘が一番鋭いんだから、それを使って僕の話が合ってるかどうか試してみて。バイオレットちゃん、ねえバイオレットちゃん。あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてました。バイオレット、イエローとインディゴがここを離れてからずっとそんな感じだよね。まるで魂が抜けちゃったみたいに二人のことが心配なの。はい、安心して、イエローはついてる子だから。それに賢いインディゴも一緒だし。インディゴは知っての通り
時々自分勝手になることもあるけど、いざとなればいろいろとわきまえて行動できるでしょ。わきまえる。あ、そう、それです。さっきから妙におかしいと思ってたんです。こういう重要な時にインディゴはどうしてわざと私に話しかけてきたんだろうって、ちっとも彼らしくないと思ったんです。それってプリンを盗み食いしたこと？プリン？なんだか聞き覚えがあるような。ビタ姉さんですよ。前に一度ビタ姉さんが旅行の帰りに持ってきてくれた冷たくてツルツルとしたお菓子です。記念品として残りのプリンをお祭り用の倉庫に入れておいたんです。でもここ最近は祝日がなかったから、もう長い間そこに行ってません。ということは、インディゴがプリンを盗み食いしたと言ったのは前にそこに行ったってことだよね。もしかしてモリアーティの居場所をこっそりと教えてくれてるのかね。それかそこに何かの秘密があったりして。インディゴなら確かにやりそうだ。うん、一番勘が鋭いバイオレットに不自然なところに気づかせて情報を伝える、インディゴらしいやり方だね。じゃあ早速その倉庫に行ってみようよ。それからモリアーティってやつを捕まえるんだ。確かにその倉庫に行ってみてもいいでしょう。ただ新しく現れた怪物に対処できるようにその色を分析する必要があると思う。具体的に言えば、私はこの世界、この町や存在する全てをより詳しく知る必要がある。この世界の色を学ぶことでここで生まれた彼らを理解するチャンスを得られるの。どういうことかあまりわからないけど、とにかく僕たちの町を知る必要があるってことでしょ？うん。だったら僕たちに聞いて大正解だよ。だって町の管理人以上にここのことを知ってる人はいないから。では手分けして行動しましょう。私はモリアーティの隠れ家になりそうな倉庫を調べてきます。他の人たちはグレイシュと一緒に行動してください。パトロールしながら町を守ればグレイシュも慶明の色を調べられるでしょう。待って、一人であの悪党のアジトに行くの？ダメ、そんなスリルじゃなくて、危険なところに一人で行かせるわけにはいかないよ。ああ、それに道案内も必要だ。地図だけではストレートに理解できないと思う。確かに。だからオレンジ、ブルー、君たちは負荷について行ってほしい。任せたよ。ちょっと、どうして僕じゃないの？僕はビタの中で一番足が速いのに、いつだって先頭にいられるんだよ。だからダメなんだ。一番のレッドには最も重要な任務を任せないといけないの。最も重要な任務？ほら考えてみて。モリアーティが調子に乗ってるのは怪物を制御できるからでしょ。怪物の弱点を見つけられたらモリアーティ対して一番のお手柄になるじゃない。でも、それにさっきは自分でも言ってたよね。町に詳しい人といえば自分の右に出る者はいないって。この仕事はあなたにしかできないの。そうだよね。うん、わかった。グレイシュ、早速出発しよう。祝日のパフォーマンスも、日頃からやってるトラブル解決センターもとことん紹介してあげるから。うん、ただでもこれが慶明、ここならではのオリジナルな色が生まれてる。不本意だけど、ここは確かに箱舟計画の果実、私たちの火種の延長になった。だとしたら、ここの色を認識し記録することは私の義務
ここの色を守り維持することが責務。うん、多分義務とか責務は全く関係ない。世界に存在するあらゆる色が関わりを持っている。グレー書の方は大丈夫でしょうか。フカさん、そんなに心配しなくても平気だよ。最も頼りがいのあるリッツに一番元気なレッドがついてるから、大きな問題は起こらないよ。それに勘のいいバイオレットもいるんだから、いざという時に隠された力を発揮できる人は誰かって聞かれたら、バイオレットは多分2位くらいに入ると思うよ。2位？では1位は誰ですか。もちろんじゃじゃーん。オレンジ姉さん、どういうこと。褒めてるだけだよ。ここは素直に受け入れて。僕は別に。モリアーティ、あなたは一体何を企んでいるのでしょうか。こうも派手に舞台を作り上げたのは、ただ私に復讐するため。フカさん、こっちだよ。ここがバイオレットの倉庫なんだ。どうやらかなりの間使われていないようですね。だって倉庫だからね。涼しくて静かな場所じゃないと。人が行き来する場所だと他には向いてないでしょう。あ、そういう意味ではありません。先ほどの話によれば、毎年様々な祝日とイベントがあるんですよね。祭りなどをよく開いているなら、倉庫はどうして長い間使用されていないのでしょうか。どうしてって、特に理由なんてないよ。毎年いろんな祝日があるけど、間隔は結構長いから。とりあえず私が先に進んで道を調べます。あなたたちは一旦距離を取ってください。モリアーティの行方がわからない以上、中にいることだって十分ありえますから。たちの着てた服の襟はイエローとインディゴだ。この二人の色はオレンジとブルー。それに先頭に立ってるやつも違う。着ている服は似てるが、親分は俺たちと年はさほど変わらない。こんなお姉さんじゃないぞ。もうだから、そう先走ってドアを開けないでってあんなに言ったのに。ピートのせいだ。こいつが中は暗くて怖いから外で親分を待つとか言い出したから。でもフレッドは僕の先を走ってたよね。違う、俺はただフレッド、ピート、エイラ、3人ともどうしてここに。運車ね、じゃなくてお前なんか知らないぞ。それにここは俺たちの基地だ。勝手に入ってくるなんて許さないからな。基地。そうだよ、ここは俺たち少年悪党団の基地。親分に認められたメンバーだけがここにいられるんだ。関係者以外は立ち入り禁止。あ、いった。エイラ、何をするんだ。フレッド、それぐらいにして。いくら私たちが少年悪党団だからといっても、運車姉さんたちに乱暴なことをしちゃダメ。なんでだよ。悪党なんだから町を管理するビタにノンクセをつけないと。それは三下のやることよ。大悪党は
正義の味方と仲良くなって密かにことを進めるべきでしょ。尖閣兄さんや本草姉さんみたいに。そういうものなのか。エイラって意外とおっかないな。で、そろそろ説明してくれない？あなたたちは一体何をしてるの？見つかっちゃったし、素直に認めるわ。フレッドが言ってたように、ここは親分の秘密基地なの。親分が外出している間は、私たちが留守番することになってるのよ。俺がここのトップだ。何しろ一昨日加わったんだからな。ピートとエイラよりも早いんだぞ。僕は2番手で、フレッドに勧誘されたんだ。3番目はエイラ。その後に入ったのは本草姉ちゃんと尖閣兄貴。2人はすごかったから俺より上の座についたんだ。まあどうってことないさ。いつかは超えてやる。さっき言ってた悪党団って悪いことでもしてるの？もちろんだ。親分と一緒にいろんな悪さをしたぜ。ちょっと、あ、お前らには教えないぞ。ビタたちに知られたら絶対親にチクるからな。とにかく親分と仲間じゃない以上ここに入れると思うなよ。あなたたちの親分について一つ聞いてもいいですか？もしかして名前はモリアーティでしょうか？え、なんで知ってるんだ？ポロスでは誰も親分を見たことがないのに。そういえばお前のことも見たことないな。それにその変わった格好、もしかして親分の姉さん？だったらどう呼ぶべきか。モリアーティが町の子供をこっそり部下にしてるだなんて思わなかったよ。見た目を利用してそそのかしたんじゃないかな。初めて会った時、彼が犯罪組織のリーダーだなんて全然思いつかなかったから。そうだね、本当につるいやつ。あなたたち、普段のいたずらだけならまだ許せるけど、あんな悪党な話に耳を傾けちゃダメだよ。悪党なんてあなたたちが考えてるほどスリルがあるものじゃない。町の被害も問題だけど、あなたたちだって危険な目に遭うんだよ。でも親分に危ないことをやらされたことは全然ないし、美味しいものもくれるよ。はっ、単にお前じゃ格が足りないってだけさ。親分は言ってたぞ。親分、尖閣兄貴、本草姉ちゃんくらいの中堅じゃないと上級任務には参加できないって。フレッド、君だって下っ端じゃないか。う、安心して、運社姉さん、本当の意味で危ないことはしてないわ。ただ親分にお使いを頼まれてるだけ。今朝異変が起きた時に外には出かけないで基地で留守番するように言われたの。モリアーティがそんなことを？モリアーティが何を企んでいようと、私たちは基地に入る必要があります。そうすることで彼の意図と計画に近づくことができますから。あなたたち、どうしても入れてくれないのですか？ダメだ。強行手段で入ろうとする奴がいたら緊急手段で親分に連絡しろって言われてる。たとえお前が姉貴じゃなくて親分の姉さんでも、命令がない以上俺たちは。あ、言った。エイラ、何をするんだ。フレッド、尖閣兄さんの指示は忘れたの？緊急事態になった場合、連絡員が証を渡してくれたら組織の一員とみなして基地に入ることを許可する。そうよね？あ、確かにそんなこともあったね。でもこいつら連絡員には見えないぞ。分かった分かった、これ以上撃つのはもうやめろ。そこまで言うなら試しにやってみろよ。証を渡せばいいのですか？一番高価な財宝、一番大事な知識、一番貴重な贈り物、この3つを渡してくれれば基地に入らせてあげる。まずは彼らと話し合ってみよう。どうしてもダメになった時に強行手段に切り替えても遅くはない。俺が担当してるのは一番貴重な贈り物だ。ふん、先に言っておくけど、俺はあの二人ほどお人よしじゃないからな。本物の貴重な贈り物じゃない限り
ここをどいたりしないぞ。貴重な贈り物。僕、他人へのプレゼントを持ち歩く習慣なんてないよ。でも、プレゼントといえば、オレンジ姉さん。その、オレンジ姉さんの、あれがあるよね。あれ？一体何を言ってるの？オレンジ姉さんが一番好きな。そうだよね、深さん。あ、オレンジさんがいつも持っているあれですね。あなたたち、一体何を？そういえば、二人も知ってたんだっけ？まったくもう、そこまで飴が好きってわけじゃないのに。でも、一番貴重な贈り物、確かに、私にとっては。おい、何をこそこそと話してるんだ。さっさと贈り物をよこせ。はい、あげる。どうしたの？食べないの？お前たち、俺を舐めてるのか？こんな飴が一番貴重な贈り物だと？食べないなら返して。別にダメってことはない。それにしても、ウンシャ姉が飴を一番貴重な贈り物にしてたなんてな。このことをみんなにバラしたら。あいた！はいはい、ちゃんと贈り物を受け取ったんだし、そろそろどくべきよ。エイラ、お前はどっちの味方なんだよ。私が担当してるのは一番大事な知識、それを渡してくれれば入らせてあげる。知識？具体的にどんなタイプのもの？本とか？それはダメ。町にある本は尖閣兄さんが一通り読んでるから。ここを通りたいならもっと流行ってるものじゃないと。例えばヘスペに関する最新研究資料とか金属地の映像とか。金属地？エイラ、あなたはどうしてそこまで知ってるの？もちろん尖閣兄さんが教えてくれたからよ。それに今一番欲しいのは金属地ら辺の写真だって言ってた。なら手元に彼が欲しがっている資料があるよ。現像不要なフィルムだよ。金属地の近くで起きたことを全部記録してあるから、多分一番大事な知識って言えるよね。ああ、和子くん、それは一番大切にしているフィルムですよね。そうだよ。そんな簡単に渡しちゃって本当にいいの？大切にしてるといえば確かにそうだね。フィルムはどれも僕にとってすごく大事だよ。だからこそ一番大事な知識っていう条件に当てはまるのはこれだけなんだ。それにフィルムの中にある最も重要なもの、それは知識だけじゃなくて思い出も含まれてる。オレンジ姉さんやフカさんのおかげで僕は今まで忘れられない思い出を作ることができた。だから僕たちが先に進むために一つのフィルムくらい渡す価値があるって僕は思うんだ。マコ、わかったわ。それじゃあ一番大事な知識は受け取るね。僕はどの証を担当してたんだっけ。だからそれさえ渡してくれれば通してあげるよ。高価な財宝ですか。基準についてはわからないのですが、どんなものが高価な財宝になるんですか。キラキラと光るものとか。実際見たことはないから。キラキラ？Thank you.
そうそう、それで問題ないよ。え、これが一番高価な財宝？どう見てもただの。大丈夫、それで十分。実のところ、フレッドが止めてなければ悪役なんて演じたくなかったんだ。お兄さんとお姉さんたちはいい人そうだから入ってもいいよ。そうすれば僕が演じてるのは悪党じゃなくて悪党団のスパイになる。スパイ？ロールプレイにはいろんなキャラがいるんだねそれもありかもしれませんね。ありがとうございます、ピート君。これであなたたちの基地に入れるんですね。ええ、もちろん。私たちは約束をちゃんと守るものね。フレッド、ピート。うん、約束はきっちり守るよ。はいはい。お姉さんたち、どうぞ中に入って。ついてこないんですか？だって見張ってないといけないじゃない。親分が戻ってきたらすぐに教えられるし。え、インディゴは証を渡せば基地に入ってもいいって言ってたんだよね。そうよ。でも尖閣兄さんは他にも連絡員を基地に入れたらモリアーティには内緒にしておくべきだ。それと願いを込めた紙にも注意するべきって言ってたの。インディゴは。まずは入ってみるとしましょう。ここがモリアーティの基地なんですね。前回来た時と比べてあんまり変わってない気がするけど。でも何かが増えたような気がする。モリアーティが帰ってこないうちにこの辺りを捜査しましょう。これは？これは？やはりモリアーティの日記。どう、フカさん、何か見つかった？はい、いろいろと分かったことがあります。まず最初に、私たちはモリアーティの視点から彼の正体を確認することができます。今の彼はライヘンバッハの滝で私と対決し、最後は谷底で命を落としたあのモリアーティと同一の個体ではないかもしれません。最もあり得るのは、本物のモリアーティが死ぬ前に誰かがその意識と体をバックアップした。それで今はデータの投影のようなあり方で存在し続けているのでしょう。つまり本質から見れば、彼の状態は今の私と近い。ただ私は禁足地に入れるのに、彼にはそれができません。しかし
そんな現象が起きたのはどうしてでしょう。意識のバックアップを博物館へと運んだ人物、つまりビタさんたちの姉とは一体どんな人物なのでしょうか。つまり私たちの敵であるモリアーティはここ数日禁足地へ侵入しようとしていた。子供たちを仲間にし、イエローさんやインディゴさんを利用したのはその目的のためです。ただ彼はなぜ禁足地へ侵入することに執着していたのでしょうか。そしてどんな世界の真相を見つけたのか、ここには記録されていません。日記を読む限りではモリアーティにはより壮大な計画があって、私への復讐を目的にしているわけではないようです。怪物を操ってこちらを襲撃したのもおとりに過ぎないみたいですね。もしかして。え、バコ、何か思いついたの？実はフカさんが日記を見てる間に僕も部屋でいろいろ探してたんだ。その時に見つかったのがこれ。これは地図ですか？あ、もしかしてインディゴの話に出てきた願いを込めた紙？このエリア、記憶通りなら祭りをやった時に使った道だよ。そういえばそうだ、マコ、よく覚えてたね。偶然覚えていただけだよ。しかしモリアーティは祭りの地図で何をするつもりなんでしょうか。わからない。結果から見ると彼は町全体を掌握しようとしてる。歴史も文化も、それと僕たち町の代理人も。僕は心配なんだ。もしかして彼は世界を支配しようとしてるのかな。わかったわかった。開かないなら続けて方法を考えるといい。もともと君たちが今すぐ解除できるなんて期待はしていないさ。はあ、寂しいものだね。結局人間の言葉すら発せない獣と一緒になるなんて。そう考えているならどうして僕たちと話さないんだ。一人が寂しいなら私たちはいつでも歓迎するよ。お話をしないのかって？お二方のご好意には感謝するよ。しかしこう考えたことはないかい。野獣が群れをなすことで安心して生きていけるのは人間ほどの知恵と謀略がないからだと。相手が賢い代理人となるとさすがに僕も油断はできない。どうしてそんなこと言うの？あなたは私たちを信用していないの？こっそり裏で悪いことなんて。心配し、これはこれはすまないね。長きにわたって逃亡し続けていたんだ。ずっと抑え込んでいた本性を解放させてくれないか。そのくらいの情けをかけてくれてもいいだろう。そうなの？ならいいよ。本題に入ろう。頼まれたことは全部済ませた。済ませた？本当に？あの名探偵とその古き友人の姿が見当たらないんだが。君たちに任せた任務は彼女たちを捕まえてほしいだったはずだよ。ああ、もしかすると彼女たちを隠しているのかい？僕の誕生日のためにドッキリサプライズを企画しているのかな。確かに彼女たちを捕らえられないかを試そうとしたよ。でも手下の獣たちは君が想像しているほど動きが機敏じゃないようだ。それに制御権を完全に僕たちに譲ったわけじゃない。そうだろう。ああ、君随分と頭が切れるんだね。
思わず犯罪組織のボスをやってた時のことを思い出したよ。当時は副首領だったやつが主導権を握るために僕に権利を手放さないかといろいろたぶらかしてきたんだ。別に責めているわけではない。君たちはそれなりに頑張ったと思うよ。何しろ名探偵さんの実力は桁外れだからね。その事実は君たちが確認している通りに、彼女が投影状態にあったとしても変わらない。まだ捕らえられていないことを恥じる必要はないさ。それに僕たちの獣の戦闘力が足りないわけでもない。事実僕はこいつらに秘められている力を信じているんだ。何しろ自然の法則の一部だからね。自然の法則？君たちは知っているだろうか。僕らの世界にいた古代の哲学者たちは、水、火、土、そして空気が世界の基本元素なのだと語った。一滴の水、一筋の炎、一杯の土、あるいは一息の空気、どれも独立している状態だとか弱く脆い。それでも徹底的に消し去ることはできない。世界を構成する基本元素を消滅させることは不可能なんだ。なぜならそれは世界を敵に回す行為に等しい。名探偵が禁足地に入ってからこいつらは現れた。人為的な痕跡はなく、君たちビタが遵守する秩序とは何の関わりもない。これは一体何を意味しているのだろうか。こいつらは世界の元となる法則を編纂した者たちが残した安全装置。何しろかつて僕を捕らえていたあの力と根源上は全く同じだから。二人の協力があったからこそ僕たちは一足先に遺跡にあった安全装置の中枢を手中に収め、獣たちを仲間に加えることができた。これでみんなが一番気にしている真相に一歩近づけたのさ。そうかもしれないね。僕としては君が真相を明かすときにそのくどい説明をどうにかしてくれることを祈るよ。よくわからないけど、とにかく怪物たちはすっごく強い、そういうことだよね。でもモリアーティ、禁足地で怪物たちにあっちこっちを叩かせて一体何をするつもりなの？別に特別なことは何もないんだけどね。試しに僕たちを阻む禁足地の扉を取り外そうとしているんだ。名探偵が禁足地に入ったことで僕たちは意外な収穫を得た。しかし僕自身が禁足地に入って探索することはできなかった。もしかして彼女に嫉妬しているのか？残念ながら入り口は頑丈すぎるようだね。それでも名探偵と同じように獣たちは扉に阻まれていない。だから同時にこいつらを禁足地に送り込んで僕たちの代わりに探索させているんだ。それと見つけたものも持って帰らせるようにしている。へえ、ちなみに何か見つけたのか？もちろんさ、僕たちの禁足地、本当の名前は箱舟だね。それを利用すれば自給自足が可能な小型の生態圏を作ることが可能なんだ。ただちゃんと直す必要はあるけどね。そうすることでそこは絶好の避難所になる。僕たちが町内で作った臨時基地より100倍はマシさ。どこまで本気なのかわからないな。もしかしてこんなに手間をかけてでも手に入れたかったのは自分だけの巣だったなんて言ったりしないよね。間違っているとは言えないな。ポロスの相対的存在であるヘスペに僕は再び犯罪王国を築いてみせる。君たちや
あの三人の子供、そして忠誠を誓う者だけがこの土地に足を踏み入れることを許されるんだ。まあ名探偵は含まれないが、もしかしたら彼女をあの橋から蹴り落とすかもしれないよ。本気？本気で言ってるの？もし本当に自分の居場所が欲しいだけなら、新しいヘスペを築いた後、ポロスにいる私たちと仲良くできるかな？奔走のビタ、君の質問は実に面白い。答える前に聞きたいことがある。君はなぜ真っ先に僕のような悪党についていこうと考えたんだい？私？そうだね、世界の真相を暴いてこれから訪れる厄災を阻止できるって言ってたから。私は町の代理人の一人で、災いが訪れることなんて望んでない。だから真相を見つけて厄災を消せるなら、あなたの要求を聞いてあげてもいいって思ったの。それに実際は本当の意味で悪いことをしてないんでしょ？わかってるの、崩壊獣の再会はあなたとは関係ないって。深尾姉ちゃんのこともわざと傷つけようとはしてないし、それに私とインディゴだけじゃなくてフレッドやピートたちにも優しい。たまに思うんだ、長い間陳列ケースの中にたった一人で閉じ込められてたから寂しくなったんじゃないかって。だから自由を手にした今は手下の私たちを大切にしてくれてる。とにかく本当の意味で悪いことをしてない以上、しばらくついていっても大丈夫だと思ってる。最後にもう一つ、これが一番大事な理由、インディゴが言ってたの、ついていってもいいって。インディゴみたいに頭がいいわけじゃないけど、彼のことは信じてる。インディゴの考えてることはいつも正しいの。だからインディゴがいいって言ってるなら問題ないと思う。なるほど、そういうことか。礼を言うよ、奔走のビタ。君の誠実さ、それと僕への信頼に感謝しよう。僕からすれば全てが称賛に値する。そうだね、お返しとして僕は、はっ、計画の次のステップを早めに実行するよ。方がいいよ、こいつらの中枢は僕が握っているんだから。それに君にまで何かがあったら状況を維持できる者がいなくなるだろう。冷静になるんだ。冷静になってから考えて考えて考え尽くすといい。普段君がそうしてきたようにね。モリアーティ、いつ決意したんだ？さて何のことを言ってるんだい？君たちを見捨てることかな、それとも攻撃を仕掛けたことかい？まあどちらの答えもそう変わらないよ。どうせ君だってさっきの子供っぽい話を信じてはいないだろう。孤独なモリアーティは自分だけの犯罪王国を築き上げたいと思っている。そんな子供騙しの言い分を信じるのは奔走のビタだけだろうね。でもそれで十分さ。まあまあ
そんな顔をしないでくれ。お互い様じゃないか。もしかして考えたことがなかったのかい？情報をこっそり名探偵にばらしたとき、僕がもう知り尽くしているとは思わなかったと？別にどうでもいい話なんだけどね。思いついていようがいまいが、僕は君に合わせたんだ。何しろ僕にとっては騙されることにも十分なメリットがある。例えば君のおかげで名探偵の位置を把握できた。基地に罠を仕掛けるつもりか？もちろん、そう考える方が自然だろう。考えて考えて考え尽くしたんだ。結果騙し合いの連鎖になっただけさ。教えてくれ、何が欲しいんだ？最初から中枢を手にしていて、怪物たちの制御権を握っている。僕たちを襲うならチャンスは山ほどあったはずだ。ここに帰らせてから攻撃するなんて太刀の悪いやり方を選ぶ理由はないだろう。それに君なら一度に二人を仕留めるのは簡単だ。僕の目の前でイエローを先に襲う必要はない。僕にとってイエローは人質だ。窮地まで追い詰めて必要とするものを差し出させる。力ずくでは奪えない何かを。間違ってないよね？尖閣のビタ、君は本当に答えを聞きたいのかい？ま、教えても構わないよ。僕からすれば更新式を最初からずっと語っているようなものだけどね。ああ、論理学の無意味な話のことさ。こうなってしまった原因はたった一つ。君は誤算したのさ。誤算？怪物たちの制御権を手にしている以上、突然襲う必要なんてない。そう思っていたんだろう。でも僕があえて君が油断するのを待っていたとしたら、本草のビタと子供っぽい話を楽しんでいた時、さぞほっとしただろうね。僕の嘘を見抜いたことで、騙している以上は彼女が必要だと判断した。君はずっと陰から彼女を守ってきた。僕と手を組むことがどれほど危険か、君は彼女よりはっきりと理解していたからね。だからこそこれまで本草を自分より安全なポジションに立たせようとしてきた。そうだろう？残念だったね。誤算だよ。騙しているからといって利用する必要があるとは限らない。こうして君を残しているのもまだ使えるからではない。全部君たち自身とは関係ないのさ。計算自体を重視するのはいいことだよ、尖閣のビタ。ただポロスというユートピアは本物の悪党を知らずにいる。だから君は不合理極まりない数々の可能性を見落としてしまったんだ。本物の悪党はね、計算には頼らないんだ。何しろ世間一般では頭脳より暴力の方が使いやすい。君をここまで追い込んだのは純粋にそうしたいだけさ。ああ、静かだ。少し慣れないな。これでそばにいてくれる味方はまた君たちだけになってしまったね。でも構わないよ。そう長く続くわけでもないしね。いつか二人は再び蘇る。これも獣たちの本職さ。そう、君が今までそうしてきたように、次に君が戻ってきた時、どんな本草と尖閣に出会うんだろうね。はあ、ま、
どうなろうと、もう君とは関係ないんだから、むやみに心配したところで意味はない。何しろ町の代理人の権限と金属地の起動装置を手にした以上、この世界の半分は僕の手に落ちた。さて、急いで続きの作業に移ろう。このハムレットが一体何幕目まで続くのかを見てみようじゃないか。グレイシュさん、前です。こっちまで走ってください。そこには私とリズ姉さんが設置したバリケードがありますから安全です。まずいよ、崩壊獣だ。どうしてここにも。朝に仕留め損ねたのか。あれ、味方同士で戦い始めたようです。今のうちに行くよ。ふう、危なかった。あともう少しで追いつかれるところでした。なぜかわかりませんけど、最後は2種類の怪物が内輪もめしてましたね。内輪もめ、適切な言い方ではないね。最初の怪物は朝に現れた崩壊獣だ。負荷が調査したところ、奴らは金属地とは関係ない。それと多分モリアーティとも関係ない。2種類目の怪物はイエローやインディゴとモリアーティが操っていた。もともと味方同士というわけではない。リツちゃん、もしかしてモリアーティが怪物を操って僕たちを助けてるって言いたいの？そういうわけじゃ。でも確かによく考えてみれば、建物を壊したり住民たちを襲ったりはしていません。あいつは大悪党モリアーティだよ。僕たちのために崩壊獣をやっつけてくれたとしても善意でやってるとは思えないよ。モリアーティは人心をもてあそぶことを得意としていますって深お姉ちゃんが言ってた。私はお姉ちゃんを信じてるから、モリアーティが似たような行動をとっても警戒し続けるつもりだよ。ちゃんと観察したことはないけど、多分彼の色は綺麗じゃないと思う。そうだそうだ、グレイシュの言う通りだよ。とにかく今は慎重に行動した方がいい。モリアーティの操る怪物が攻撃的じゃなかったとしても、勝手に近寄ってはダメだ。できれば朝にやり残した作業を続けた方がいい。つまりバリケードを補充して怪物たちが町に入れないようにするんだ。それなら私は倉庫に行って材料を取ってくる。え？なんで僕じゃないの？あなたより私の方が怪物との戦いに慣れてるから。私は深尾姉ちゃんの友達だけど戦友でもあるの。でもグレイシュは倉庫までのルートや知能レンガの取り出し方、預け方を知らない。ああ、倉庫を開ける権限も持っていないはずだ。やはりビタを連れて行った方がいい。では私に任せてください。リツ姉さんは指揮を取れるし、レッドは身動きが早いので、みんなは地形を観察してバリケードを設置する準備をしてください。私こういうお使いは得意なんです。あ、じゃあ決まりだね。行こう、バイオレットちゃん。はい。
ようやくたどり着けました。うん、なんとか来られたね。グレイシュさんが案内してくれたおかげです。道案内してくれたのはバイオレットちゃんだよね。そうですね案内係のはずなのに危うくグレイシュさんの足を引っ張っちゃうところでした。恥ずかしい。大丈夫だよ、バイオレットちゃんは一番危険な任務を選んでるし。それより知能レンガを早く探そう。はい。これぐらいで足りるかな。ん？グレイシュさん、どうかしましたか？地面に。地面？言われてみれば、倉庫に入ってからどうも周りがおかしいような。でも地面に何かあるようには見えませんよ。かすれた跡がいくつかあります。グレイシュさん、これがどうかしましたか？普通の跡じゃないよ。その上に何かの色がついてる。バイオレットちゃん、前に説明したように私には色を見る力があるの。普通の意味じゃなくて、おかしな何かによって残されたオーラや神秘の裏に隠された本質を色という形で見抜くことができるの。でも全ての色をいつも見てると普通の生活に影響を与えるから。だからかなり前に私は分別の方法を学んだの。必要な時にだけ観察するべき色を見るように。観察するべき色を見る。あ、ということはつまり。うん、今はモリアーティとその怪物たちを追ってる。だから彼と関わりのある色が痕跡に現れてる以上、怪物たちが倉庫を訪れてることになる。この痕跡は物を運んでた時に残されたのかもしれない。でも怪物を見かけた覚えはありません。となるとこれは罠なのかもしれない。彼らは自分が残したオーラ、色の上に知能レンガを置いてカモフラージュした。通りで先ほどから嫌な予感がしてたんですね。つまり私たちは罠にかかったんですか？今は力の一部を取り戻してるから怪物たちと戦うことくらいはできる。でもバイオレットちゃんに怪我をさせるわけにはいかない。それに材料も持って帰らないと。慌てる必要はないよ、バイオレットちゃん。落ち着いて聞いて。今から私たちは音を抑えつつ急いで撤退ルートを探す必要がある。でも怪物たちが待ち伏せしようとしているなら出口はおそらく。大丈夫、私についてきて。私なら奴らが残した色を見抜ける。こっちはダメみたい。色が濃すぎる。バイオレットちゃん、早く戻ってきて。こっちはダメみたい。色が濃すぎる。バイオレットちゃん、早く戻ってきて。グレイシュさん、ここは行き止まりみたいですよ。もしかして出口は全て封鎖されてるんでしょうか？違うよ、バイオレットちゃん。
落ち着いて。モリアーティが私の能力を知ってるなら、それを利用して罠を仕掛けることもできる。しばらくここで待ってみよう。色は時間の変化によって濃淡がつくから、その時になると敵の居場所がわかると思う。そうすれば私たちは逃げ切れるんですね。逃げるだけじゃないよ。待ち伏せしてる場所さえわかれば、不意をついて反撃することもできる。この部屋だけ怪物の痕跡がない。その原因を見つけられたら。警鳴には存在しない色、どこかで見かけたような。私の落書き？でも確か箱舟の壁に書いたはず。もしかしてここは。まずい。グレイシさん、大丈夫ですか？グレイシさん。これは箱舟の技術。どうして？それはもちろん僕が丸ごと持ってきたからだよ。ああ、悪く思わないでくれ。君みたいに特別な存在を相手にするんだ。当然、特殊な手段を使うしかない。モリアーティ！実のところ、君たちの技術は実に奥深い。さすがの僕でも、たった一日で、あれほど不思議な休眠技術を再現することはできない。だから、こうして流用させてもらったのさ。今は目すら開けられないかもしれないが、まあ、よく見るといい。今いる場所が倉庫なのか、それとも箱舟なのか。どうやって？ああ、簡単さ。箱舟に入る手段は見つからなかったが、手下の獣たちが代わりにいろいろやってくれてね。正直、奴らほど勤勉に尽くしてくれる者は今までいなかったよ。君の休眠装置を丸ごと外して、ここに設置して倉庫と一体化させる。箱舟にあった資料にも目を通しておいたよ。正直、君たちの言語、ムー大陸の言葉を学んだことがあってよかったよ。じゃないと、ボタンの意味すらわからなかった。このトリックを仕掛けるなんてなおさら無理さ。だから、色が、あんなに。色？君のそのおかしな能力かい？いや、確かにそれは計画外だよ。元は、獣たちがパーツを運搬している時に残してしまった痕跡にちょっとしたデザインを仕込むつもりだったんだ。器用な指揮者が怪しげな楽譜を使って君をカゴの中へ誘い込むようにね。この計画における唯一の変数は、僕が残した痕跡に気づいてくれるほど君の勘が冴えているかどうか。こうしてみると僕の考えすぎだったね。君のおかしな感覚のおかげで僕の計画はさらに順調に進んだよ。けどここだけ色がない。どうやって？そ
それは実に美しい偶然によるものなんだ、グレーシュ。偉大なる芸術品の誕生には常にサプライズがつきものだろう。その事実は僕も認めざるを得ない。もし獣たちが器用だったら、僕に代わって最後の組み立て作業をやらせていただろう。ただそうなれば、彼らが残した色によって君は必ずより警戒する。しかしその最も重要なプロセスを始める前に猜疑心を抱いたんだ。僕以外にこのように精巧な改造を成功させられる者はいないのではないか。そこで僕が直々にグレーシュの新たな寝室を作ったわけさ。ただ残念なことに、5分前まではお互いに顔を合わせたことがなかったけどね。それで僕の色はちゃんと覚えられたかな。これは色とは言えない。あるのは煙だけ。へえ、それなら出力を上げたまえ。おやすみ。それと僕の代わりに次の時代の人たちによろしく伝えてくれ、グレーシュ。さて残るは。グレーシュさん、グレーシュさん、早く起きて。モリアーティ。うん、やっぱり君には何の効果もないんだね、融合戦士。獣たちが見つけてくれた資料にはそう書かれてあった。その存在は純粋な人類とは程遠いと思っていたけど、彼女に効く休眠装置は僕たちには何の効果もない。ということはつまり、僕や君はもっと人類からかけ離れた存在で、ある意味同類なんだろうね。データ生命体と人造人間、別に大した違いはない、そう思わないかい。何を言っているんですか。私とあなたは違います。そうかい。まあ別にいいよ、どうせ同じでありたいとも思わないからね。君は町の代理人の中でも下っ端で一番無能なんだ。君と同じであるようにと望まなければいけない理由はないよ。私は。そうだろう。一番無能だから君は使い走りや道案内の仕事をやらされたんだ。今この瞬間、僕を前にして君に何ができるのかな。調和のビタ、君がなぜ人助けが好きなのかわかるかい。熱心の他に人前に出して恥ずかしくない能力が君にはないからだよ。さよなら、調和のビタ。彼女の最後は君を少し満足させられたかな。